1971年の南海ホークスでは、1971年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、野村和也選手権人監督の2年目のシーズンである。野村監督2年目のチームは前年まで投手陣の柱だった杉浦氏が引退したこともあり、投手陣の弱体化が懸念された。5年ぶりの優勝が期待されたチームは、開幕から、 打撃陣が絶好調で、4月は、首位の近鉄に次ぐ2位につけたが、5月以降は前年、B クラスの阪急が首位を奪取すると、苦しい戦いが続いた。チームは6月以降近鉄との3位争いに終始、したが、西岡三四郎や門田博光ら若手の活躍も、虚しく最後は近鉄に引き離され、優勝の阪急に22.5ゲーム座をつけられて2年ぶりの、 B クラスに終わった。杉浦が引退した投手陣では、西岡や三浦清弘村上正則などが、それなりの成績を収めたが、2年目の佐藤道郎は、相手に、マークされたこともあり、成績が低下したこともあり、チーム防御率が4.27まで転落した。打撃陣では2年目の角田が前年から成績を、伸ばして、打点王のタイトルを獲得し、野村や、 来日2年目のクラレンス・ジョーンズもそれなりの成績を収め、156本塁打はリーグ3位と検討した。シーズン終了後、ベテラン・ミナカワ・ムツオが杉浦の後を追うように引退した。ありがとうございます。